はい、どうも、じゅんです。ですね、今日は、最近ちょっと馬がね、多かったんで、鳥行きたいと思います。鳥、みんな大好き。鶏肉。はい、大好きじゃないと思うけどね。ってことで、この辺ちょっとね、ハナマサ行ってきたんですけど、ハナマサ行ったらなんかすっげーの売ってて、これ見て。ドン。五穀鶏の燻製。で、100g あたりが、タンパク質 14.4 の脂質 9.7、 おお結構高いね。で、炭水化物 0.3 で、多分この皮さえ取っちゃえば脂質半分以下ぐらいに下がるんじゃないかなって思うのと、これ自体がね、1.7kg、 ズドーン 1.7kg、 ここになんか穴っぽく開いてんだけど、あるんだけど、まあこれ骨取っちゃったらね、まあそんなに量もないと思うんで、これをねちょっと細かくして、食べていきたいと思います。はい、でこれもう燻製なんでね、そのまま食べれると思うんだけど、うおーすげえ、うおー、ちょっと食べていただきたいと思います。ちょっとね、いや皮だね、皮がすごい、これ油が固まっちゃってるんで皮取ってった方がいいな、これ。うん、この部分ちょいただきます。うん、あ、うまい、うまい、うん、普通にめちゃめちゃうまい。うん、包丁用意したけど手でいけるな、これすごいね、こんなのハナマサ売ってんだもんね。で、これで、皮を全部剥いていきます。で、皮剥げばね、まあ脂質 100g あたりでも半分以下、半分ぐらいにはなるんじゃないかなと思うんですけどね。見た感じ皮がすごい脂持ってます。はい、うおーすげえ、なんかよくわかんない物体に乗ってきたぞ。すごいねこれ。で、これね、まあ、そもそもこのままね食べれちゃうから、うん、コリコリしててうまいね、すげえうまい。このまま食べれちゃうから何にして食べようかな。はい、ってことでね、さっきの鶏なるべく骨取って、身だけさばきました。で、これをちょっとね、まだ油が周りに固まっててこびりついてるんで、ちょっと軽く火通しちゃいます。火通して油を落として、食べていきます。で、これ自分で分解してると、あ、この部分が胸肉だとかってなんとなく分かるね、油がね少なかったりして。で、これちょっと火を通して、油を落としていきます。もうこんぐらい、結構油がね、ほら、出てくるな、これ。結構油が出てきたんで、この油をね、しっかり、拭き取っていきます。そして、ある程度ちょっとね、表面に焦げ目つけたら、これ、黒胡椒。これを、たっぷり。うわ、うまそう、いい匂いじゃない、これ。はい、これこの部分、この部分を見てください、これうまそう、これ味見していきます。いただきます。冗談抜きでマジでうめえ、これやばい、うまっ。一回スモークしてあるからね、柔らかい、とにかくって感じで、これね、ハナマサに売ってるんで、ぜひ食べてみてください。そして今日はこれをお米ね、いつも通りこの量り機で 150g 量っていきます。 150g 量って鶏を上に乗せて、でその上からね、この卵かな、生卵パカッと落としてね、かき込んでいきたいと思います。なんか恵方巻き
節分の日ってことでね、ちょっと恵方巻きっぽく海苔巻きにして食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。でまずはね、これ日本人といえばやっぱ味噌汁、これ湯気です。浅毛と湯気ってあるじゃん、湯気じゃなかった浅毛派です。はい、でも今日は夜なんで湯気いただきます。さよう。はい、ってことだね、やっぱ日本人類は味噌汁ですね。はい、日本人といえば味噌汁で、これまあ酢飯じゃないんですけど、まあ普通にね、ここにちょっとこうやって乗せて、で、これきゅうり乗せてね、で、これ卵、これ卵白が、5の、黄身2です。で、さっきの、スモークの焼いた鶏をね、ここに乗せて、これ新しくない？これ、うん、誰もやったことないでしょ、こんな。で、これ、いただきます。うまい、これうまい。口にね、まだご飯がちょっと残ってる状態で、ここに味噌汁を一気に、あーうまい、これうまっ。もう一回いきます。うますぎるこれ。これ酢飯でも合うね。うん、酢飯、これぜひね、あの酢飯でちょっとやってみてください。これ鶏でも全然、あの多分胸肉だとしても海苔に挟んだり、このねきゅうりとか入れることによって全然食べやすく食べれると思う。ささみとかなんかあれだね、縦に細く切ってなんか入れてあげると食べやすいかも。あ、いいね、鶏のささみのなんか海苔巻きとか、これ絶対美味しいわ。はい、じゃあちょっと美味しすぎるんで2回目ちょっといただきます。うまい、この海苔のシャキシャキ感と、この鶏のスモークのジューシーさと、キュウリのこのね食感と、まあ、卵がなんかすごいマッチしてる。なんだろう、なんとも言えないうまさ。うん、うますぎ、かっこいいんですよ。最高2回出ました今日ね。そのぐらいこれ美味しい。はい、花政行ったらね、このね鶏の塊みたいな、あの1匹丸々売ってるんで、ぜひねスモーク、まあ、皆さん試しに買ってみてください。めちゃめちゃうまいです。ただやっぱ油がね、ちょっと多いイメージなんで、皮しっかり剥ぐことと、あの火を通してあげるとだいぶ油が切れます。普段ね、僕は基本馬肉にやっぱ慣れてしまってるんでね、ちょっとこれでも少し油多く感じるんで、そこだけ、減量中の方とかは、注意してみてください。で、馬肉のね脂肪酸はオメガ3だけど、まあ、鶏ってオメガ3じゃないと思うんでね、まあ、そこのちょっと脂質のあれもあるし、うん、馬肉に慣れちゃうとね、鶏ですらちょっと脂質を感じるね。うん、すごい。はい、ってことでめちゃめちゃね、このスモークターキーじゃなかった、スモークチキン美味しいんで、皆様試してみてください。Stupid of me, yes, cause now I'm running late. Tick tock, tick tock. Wristwatch is past nine. It's hip hop, hip hop to it. I got flex time. Between the hours of nine and ten, I get clocked in. So if my supervisor don't see me, then I'll be locked in. I'm in the rush of leisure, so I gotta keep it brief. Hold up, it's for a minute, let me brush my teeth. Okay. Hopped up in the shower quicker than the nigga
cheating. Constant flexing all the power from the shit up on the weekend.